久保さん、ちょっとアングル変わったんですけどどうですかこれパソコンのインカメなんですけどパソコンに内蔵されてるものですね。まあ最近のノートパソコンでカメラが付いてないノートパソコンってないと思うんですよ。どうですかね多分あんまないと思うんですよね。うん。でこの前ですね、あのまあお客さんがそのね、そのパソコンのカメラが使えないみたいな感じでいろいろとなんかアドバイスしてたんですけど まああっっても使使ええなななかたたりねあるんだけどいいみたいな <laughs> 目の前にあるけどね。うん目の前に情報もある。目の前に人もいる。そっか塾もある。<laughs> 目の前に久保さんいつも見てる。けどやっぱ手放せないですよね。うんやっぱ踏ん切りがつかないですよね。やっても大丈夫かなとか。やっても稼げるのかなっていう。 FX やっても稼げるのかなオリガルヒに入っても稼げるのかなみたいなね <laughs> でもそれは事実でしょうねやってもどうかわからないでももう一つの事実はあんまり見ないんですよねやらなければ何も変わらないっていう事実は見ないっていうね <laughs> あんまりそこをそこを中心で考える人はあんまりいないですよねこれやったらどうなの大丈夫なのかっていうのは考えるんだけどやらなかったら変わらないよねっていうところは あんまり考えないですよねもしそこを考えてるんだったら何かしらやるはずなんですよだってやらないと何も変わらないわけですから今のままで今以上を得るのはどうですか工場勤務してて工場勤務してて月収100万は達成可能ですか多分無理ですよねもしその工場勤務で給料100万もらえる会社があるんだったらすごいですねトヨタのなんかそのたまに募集する工場の,その結構あれ給料よくてなんか40万とか30万出すみたいな でも100万は見たことないですねトヨタでもあの1兆円企業のトヨタでも工場勤務で100万出しますよっていうのは求人票で見たことないですね <laughs> なんでまあ変えなければ変わらないっていうねもう一つの事実を見てみ見て,みて何かを判断するっていうことは結構大事なんじゃないかなと思います多くの人はやっぱ外ですよね,ねよくこの億万長者合宿でもねうちが大事だよって話なんですけど あのみんな外を見てるんですけどあんま中見ないですよね。うん、やっぱやらないと変わんないですからよ。何も <laughs> 久保さんもねやらなかったら変わなかったですけど僕もやったから変わっただけであって、うん、だけど不安はありますよ不安はあるし何ですかねあの成功も保証されてないし、うん、結果も保証されてないし。 そう唯一保証されてると唯一保証されてるものがあるとするならばやらなければ変わらないっていう保証ですね <laughs> そこに立ち止まってるんだったらそ,そこの景色しか見れないよっていううんそう布団でね寝てても何も変わります何か変わることあるかな何も変わんないですよね布団で寝てるだけで収入が変わるんだったらそりゃあの,あのもうみんな億万長者ですね <laughs> 毎日寝るじゃないですか <laughs> いっ,てらっしゃい。